Japanese stories. Yo! Minasan, konnichiwa. 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 Ravi desu. Apurva desu. Vishek desu. 私たちはインドのハイデラバード市の英語外国語大学に勉強している2年生です。今から簡単な日本語で話していきたいと思います。今日のポッドキャストは私たちの初めて ですが、今日 私たちは初めてのポッドキャストでは初めての経験したものに話したいと思います。それは初めて大都市へ行った時の経験です。よろしくお願いします。アプルブさん、出身はどこですか？私の出身は北インドのビハール州にあるダルバンガ市です。そうですね、その町を知っています。子供の時家族と一緒にあそこに行きました。ラビさんは出身はどこですか？私の出身はタタナグルです。タタナグルも北インドの州ジャクハンドにあります。アプールさんとアビセフさんの出身は同じですか？私もビハール州から来ましたが、ナワダという小さい 町から来ました。そうですね、ナワダとダルファンガは小さな町です。では小さい町に生まれた人は大体初めて大都市へ行った時驚きますね。ラビさんのリアクションはどうでしたか？私は4年前デリに行きました。これは私の初めてした経験でしたね。4年前私は初めて電車を降りたとき、びっくりした理由は、人が大勢でしたから。そうですか。はい。私も初めて大都市へ行きました。町はデリです。初心から2012年に初めてデリ行きました。それは驚きました。アビセクさんはどうしてデリに行きましたか？私はデリへ友達と一緒に大学の入学のために行きました。そうですね。アプールさんはどこへ行きましたか？私は初めてコルカタへ行きました。その理由は家族と一緒の旅行でした。そうですか。ラビさんはどうして？私の理由は私はロボを知ってますか？はい、ロボットのことですね。ロボのセミナーに参加するために行きました。はい、その時私は多分18歳ぐらいにいました。私のセミナーは IIT 知ってますか？はい、IIT は工学の大学ですね。はい、工学の大学です。デリに行きました。お医者さんは一人で行きましたが、私は友達と一緒に行きました。ですか。一人には難しいと思います。はい、そうですね。大都市は私の出身と全然違います。高いビルと、スーパーとか見るのは初めてでしたから、ショックしました。はい、私もそう思います。初めて高いビルを 見た時ちょっとびっくりしました。はい、びっくりしましたね。ビセクさんはデリにどこへ泊まりましたか？デリにサッディープのという道に行きました。友達とところに泊まりました。そしていろいろな観光地へ行きました。例えばインドの門、レッドフォット、カンノットプレスなどを見ました。はい、それは観光地ですね。
はい、私も子供の時に行った時、観光地を見るのは一番楽しみにしたことでしたね。ああそうですね、観光地を見るのはと楽しいですね。はい、外国人も観光客も来ました。それを見たのは初めてでした。私もデリに行った時、インドのモントレッドポートに行きました。私はちょっと、楽しくない経験もありました。デリには人が多いから、はい、そうですね。忘れ物にあれ、その町では混雑をしていました。はい、混雑のことですね。車が起きて道を渡るのも怖いでした。忘れとってとっても難しいでした。今も難しいです。車とか全部生活はとっても早いと思います。人がどこでも行くと人が多いです。でも私の町では人が全然多い。はいはい、私の町でも。アクールさんはコルカタとデリに行ったことがあります。はいはい、あります。コルカタとデリはどうやって行きますか？違いますか？コルカタは、歴史的な街です。コルカタはでもコルカタの人々はデリの人より優しいです。そうですか。デリは首都ですから、とても人が優しくないね。はい、そうですね。とアクールさんは小さな町にから、はい、いますね。大都市にも住んだ、はい、住んだことがあります。どんな生活はいいと思います。私の小さい町のことを住みやすいだと思います。車もあまりありません。人も優しいだし。そうですね、はい、私もそう思います。アシェクさんはどう思いますか？出身は大都市と比べてとても静かです。両方の生活が好きです。カリアに関しては大都市がより好きと思います。はい、大都市の生活も厳しいそうです。はい、高いですね。物価も高いだし、でも仕事もたくさんあります。はい、就職の機会もたくさんあります。それは小さい町によりません。はい、そして人が、大都市に大きい子が多いです。ラビさんはどんな生活がいいと思います？私は時々小さな町の生活をいいと思います。でも時々大都市の生活もいいと思います。その理由は大都市にはたくさんの食べ物、安いです。たくさんのものか買い物もできます。でも大都市もありますね。でも大都市の住むことは高いです。はい、そうですね。そうですね。では終わりにします。ご清聴ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ジャプニングストーリーズ。よー。